はい今回は岸田政権のまあ、支持率の変化について、えー、まあ、思うことっていうことでお伝えしていきますのでよかったら最後まで聞いていただければと思いますまあ、リスナー様もこの話に、えーまあ、関心というかを持たれている方が、えー、多くいらっしゃるかと思いましてまあ、ちょっと僕の思うところということでね、えー、お伝えしていきます <laughs> この岸田の支持率がですね大幅にまあ下がったということで、えー、まあ、まあ、そうだろうなとは思うんですよ。で まず。 この岸田政権のですね大きな問題っていうのはいくつもあるんですが、いろいろあるんですが、その中で大きいことが3つぐらいあるんじゃないかと、もっと本当はあるんですけど、3つの中に絞って、その中の多分一1つがこの支持率の変化、不支持率の上昇につながっているんじゃないかと思いますということで、岸田っていうのはねよく言われてるんですが、何かの策の際にですね検討するといって、 まあ、結局、検討して、まあ、見送って、まあ、何もしないという、まあ、そういう形を繰り返しているので、まあ、日本国民が、まあ、そう思っているわけですよ、まあ、対策を講じないんだろうなと、えー、内心思っているんですが、えー、このです、ね、今回、えーまあ、支持率に大きく影響した東丸教会問題に関しては、えー、そうも言ってられないわけですよ。でえー、岸田いいうのはおそらく今です、ねえーまあ、いく今つもある じゃあ,あるんですが、まあ、大きくこのまあ3つが考えられるんじゃないかと僕は思うんですが、安倍元総理の国葬の件ですね、これがまず一つ大きく、えーまあ、国民の関心が高い、あと、ですねこの東丸協会のこの問題、えー、自民党、あるいは政治家、議員とのこのつながり、これも大きいで、この物価高の対策を全くしていないことということで、僕はの物価高の対策に関してはですね別のコンテンツでお伝えさせていただいたんで、まあ、気になったらそちらをまあ聞いていただければと思うんですが、この <laughs> 岸田のですね支持率がこう大きく下落っていうか、不支持率がやっぱり高まったのは、まあ国葬の問題もある,あると思うんですよ。国民の反対をね、えー、こうなんていうのかなあ、全く声を聞かずに、もうね、えー 法的根拠はなく国葬を押し切るっていうのは謎なんですが、謎でしかないんですが、まあ、あそれよりも何よりもおそらくね、ねこの東丸教会問題に日本国民が大きくこれ難色を、えー、示してるんですよ。で、それが、えー、まあ、直接的にこの内閣支持率っていう形に、えー、な,とあらなって現れてるんじゃないかと、まあそういったことをまあ思うということで、で、えー、このあの岸田の岸田政権の、えー、まあ支持率が下がってる、まあいわば不支持率が上がってるとかっていうんですか、うんあの選挙の 前はね一時期なんか60何%、65%パーセントとか、えー、限りなく高い数字を出していたんですが、まあこの何もしない、まあ、無策の状態を繰り返すということで、えーまあ、どんどんこう下がってきて、でまあ国葬の件とか、えーまあ、あの <laughs> 物価高対策をしないこと、あとは、トーマル協会問題、主にトーマル協会問題だと思いますが。 あのまあ、岸田の,あの,その、ねえー、支持してるかしてないかということで、いろいろあるんですよ、このまあ、各、まあ、メディア、各ところによって異なるんですが、まあ、一つ、まあ、あこれ、参考になるなと思うのが。 えー、不支持率が48.3%、支持率が48.1%ということで、えー、不支持率が上回ったんですね、うん。今まで岸田っていうのは支持されていた、えーとまあ、疑わしい部分がありますが、まあ、テレビの裏側で数字を操作していた可能性がありますが、にもかかわらず、テレビでもですね不支持率が、えー、支持率を上回ったっていうことですね。だからもう、日本国民が全く何もしないじゃないかっていうことに気がついたんですよ。もももととと気がががついいててたののかししれれないんですがそれがこの数値として、えーまああら 現れてきたっていう、えー、話なんですね。で、それが、えー、このトーマル教会問題なんですよ。 でこの岸田のですねこの東丸教会問題っていうのは、です、ねえー、なんていうのかな、うんまあ、いろんなことを言ってるんですが、まあ一言で言うと、まあ、不可解であり、まあ、おかしいなと、まあ、いうことなんですよ。で、今っていうのはね、この、まあ、安倍元総理の事件から、その東丸教会の問題がクローズアップされていて、テレビとかで話題になるわけじゃないですか、で日本国民がこの東丸教会と、ですね、まあ、例えば自民党、あるいは議員のつながりということに関心を持っているわけですよ。うん、当然です ですね、こういったものに関して、あのカルトですから外国の、ね、外国のカルトが日本の政治とつな、まあ、がっているというのは、えー、悪いことしかないので、それに関して策を講じる、えー、あるいはです、ね、そういった関係を明かす、えー、そういうのが、まあ、岸田の役割であると思っているんですが、そういうことをしていないので、全くだから日本国民の理解を得られていないんですよ、だからあの岸田の支持率はどんどん,どんどん下がるんですけど、あのー、例えばこういったことです。 岸田がですね、東丸協会の、えー、閣僚とかについて、まあ、そのつながりとか、えー、まあ、その詳細とか、そういったものをきちんと回答したと思っている国民、えー、全体の10%目は9%でしたね。つまり逆を返すと、日本国民の90%が、えー、岸田をですね、東丸協会あるいは閣僚、官、えー、僚政治家、そういったものに関してきちんと回答してないと認識しているということです。何かを隠してるんじゃないかと国民が思ってるんです。僕もそう思ってますよ。ここ完全に隠してると思ってるんでね。あの裏側で握手していると思ってますから。 手っていうのは表側には、えー、ね、えー、関係をどうたらこうたら断ち切るとかって言います全くの嘘だと思ってるんですよ。でえー まあ、僕もそう思うし、まあ、リスナーさんもそう思うと思,う思いますし、他の方もそう思ってると思うんですが、自民党、まあ、別の問いかけみたいな、アンケートみたいなのがありまして、自民党は東丸教会との <coughs> 関係を立つことができるかできないかということで、えー、自民党は東丸教会との関係を立つことができないと感じている人が7割に及ぶんですよ、うん、国民の7割のあが、ですね自民党と東丸教会が、えー、関係を立てない、えー、と思ってるんですよ、手を切れない。表向 はいろいろ言うんですよ口先ではね、自民党とか岸田とかっていうのは、いろいろ言うんですけど、僕も思ってるんですけど、根本的に解決する気がないんですよ、あるいは根本的に解決できないのかもしれない、まあ、とにかく、えー、まあその解決する気がないのか、根本解決できないのかっていうのは分かりませんけれど、まあその大元のところにたどっていって、えー、するっていうことはないんですよ。でな、何かっていう話なんですが、もうすごく単純な話です単純というか単純な話でして、 あの岸田がですね、えー、東丸協会を解散させればいいんですよ、解散の方向に持っていけばいいんでね、本、えー、村弁護士とかそういうこと言ってますが、岸田はそういうことは、えー、言わないんですよ、解散させるとか、そういった方向には持っていかないんですよ、だから根本的に対策を講じるつもりがないということなんですねだかからら何かしら、えー、ね。 トーマル教会の信者の方がえ被害に遭われましたで、自己破産したとか、自丸したとかって言って、そこに弁護士が動きます、そのことについてたあの対処し,しようかっていう話なんですが、そういうこともそうですけど、それもそうですが、そうではなく、もっと根本的な問題なんですよ、トーマル教会がど,どういうことになっているのかということね。ただ、あー何度もお伝えしていますが。 戦後ですね、えー、自民党の背後に、えー、東丸教会、アメリカ c マレーがいたと、えー、いうことはもうほぼ分かってますので、えー、安倍晋三の祖父の岸信介と、韓国から来た文鮮明が作ったのが東丸教会で、えー、戦後からずっとこの自民党の背後に東丸教会が、えー、分からないように隠れているっていうことなんですよ。だからこれっていうののは完全にあの、えー 政を分離ではなく、政を一体化しているっていう大きな問題なんですが、こういったものについて、えーま、策を講じない、あるいは講じられないというまあ問題なんですよ。で、国民がやはりここに、えー、大きく疑問を持ってるんですね。うん、あのー、これほど大きくあのテレビとかあメディア、マスコミで取り上げるわけじゃないですか。しかし、そのあのー、根本解決をしないと。だから 岸田っていうのはね、策を講じるとか、まあ、口先ではさまざまなことを言いますね、あたかも何かをするかのように、あとしているかのように言いますが、全くの、えー、でたらめでね、自民党と遠村協会で裏側でつながっているんじゃないかってあの、国民が思ってるんですよ、僕もそう思ってます。うん、で、えー、岸田っていうのは、ですね、えーまあ、この3年間、あのまあ、政権を、まあ、維持できるということなんですが、このまんまだと、この3年間、えー、維持できない可能性っていうのがあると思うんですよ。あの何でも検討するって言って、何も策を講じない、無策なわけじゃないですか。 このままの状態が続いたらあの政権交代する可能性っていうのがどこかのタイミングで僕はあの訪れると思ってるんですね。3年間、えー あの政権なんて維持できないと思います。うん。だってこのまま行くとですね、そのトーマル境界の問題がうやむやになったりとか、その国賊の問題もね、えー、日本国民のまあ、反対意見を全く聞かないとか、うん、物価高対策を全くしないということで、えー、ね、日本国民の生活が右肩に下がっていくのプラス、日本国内の経済が、えー、悪循環になっていくっていうこともあるので、このままだといいはずがないんですよ。だからこんなことをあのし,していればですね、えー、3年間政権を維持できないと思いますし、あの本当 他の方にねそれこそ変わってもらってこういった問題に取り組んでくれる方がしないと本当にもうよ,より一層厳しくなっていくっていう、まあ、そういった懸念があると思うんですよだから皆さんも思ってらっしゃると思いますがまあこの岸田政権というのはもう謎でしかありませんね何かがあると検討する検討すると言って本当に検討する必要がある問題に関しては取り上げないんですね。 国葬とか、と丸協会、物価高対策とか、そういったものは取り上げないんで、えー、まあ、あ、おかしいなと思うということで、でそのおかしさが、まあ、僕もそうですし、リスナーさんもそうだと思いますが、えー、この支持率に表れている、支持されなくなっているということだと思いますということで、えー、まあ何かのご参考になっていただければと思います。えー、最後ままで聞いていててただきし